あごちゃん、朝が早いからといって12時に目が覚めてしまったりよし。浜優です。もう一回起きたら寝れないからね。で、昨日ですね、こんな感じに網を仕掛けて、おりました。で、今日は朝からこの網を食って、それをね、鍋に取れたやつ入れてスンドゥブ鍋朝定食を作って食べたいと思います。それじゃあ早速行きましょう。レッツゴー。行くか、まだら行く。お前さっき言ったじゃん。はい、それじゃあ長靴を履いて、ほんでいつもの尺稼ぎカッパ。はい、じゃあ氷も積み込みます。八方の入れ物に、こちらの製氷機の氷を、まあ、何ぼか入れて、よいしょ。で、これをトラックに積み込みます。よいしょっと。はい、それじゃあ港の方へレッツゴー。はい、到着。クジャク。はい、じゃあエンジンスタート。じゃあ船の前のロープと後ろのロープ外して、じゃあ出していきます。はい、じゃあポイントに到着しましたら、はい、じゃあいつものように水溜めて生け間作ります。はい、これで OK で、酸素ボタンも入れて、これで魚の、なんだろう、酸素がない空気苦しいよ状態を防ぎます。はい、じゃあやっていきましょう。いや、ちょっと火が照ってきて、やっぱ暑いですね。見てください、綺麗な朝日ですよ。はい、じゃあ食ります。いや、いっぱい取って美味しい朝スンドゥブ定食作りましょう。じゃあハタンとこ来たら船を止めて、で、揚げていきます。さあ、やっぱスンドゥブやからカニが欲しいよね。さあ、果たしてカニはかかっているのか、魚はいるのか。網を巻いていきます。で、船をこう操船しながらやっていきます。いや、楽しみですね。で、スンドゥブって、あの漢字で書くと純豆腐って書くんですよ。で、豆腐とあとね、豚肉とか海鮮をね、一緒に入れるという、そういう美味しそうな調理方法です。で、なんかスンドゥブと米を一緒に食べる、なんだろう、その様式というか、それを一つにまとめてスンドゥブ鉄板、鉄板というらしいです。じゃあ巻いていきます。豆知識はこれぐらいに。で、1個目来ました。こちら最近増えている謎の貝です。今潮吹きましたね。潮吹き貝と名付けましょう。本当は違うよ。さあ来い。お、1匹目やってきました。はい、1匹目ゲタです。赤ゲタ。唐揚げにすると美味しいです。もう謎の貝がね、外すのが結構手間なんですよね。せっかくだからちょっと貯めていきましょう。お、いいもん来た。マゴチ、マゴチ。はい、こちらマゴチですね。鍋にもってこいです。で、池間が遠いんですが、後ろまで来て生かしていきます。お、ゲタゲタゲタ来ました。うん、いいゲタだ。いやー、カニ入れたい。カニが来ませんね。わ、来たー。こやつまた来よった。もう無限にどこでもいますからね。はい、こちら赤エイ。ちょっと鍋に入れたら美味しそうなんで入れてみてもいいですね。カニ来い、カニ。お、珍しい。この時期にしては珍しいナマコが取れました。で、こちら流木とかに捕まってさまようカニですね。平家ガニって言います。なんか平家の亡霊が乗り移っとるみたいな顔だから平家ガニ。うわー、なんかでかいが来たと思ったら赤エです。もうどこやっても、うわ、2匹も、うわー、やば、4匹。もう絶対唐揚げ作る食べたらうまいんですけどね、やっぱビジュアルの問題でしょうか。なぜか売れない。お、こっちの上がりですね。死んでしまったやつ、まあ後から外します。やばいですね、太田くん、カニがいないですよ。おい、僕もね、赤エイを動画に出してなんか美味しく食べて改革しようとしてるんですけど、皆さんの意識改革みたいな、なかなかうまくいかん。ちょっと熱いんで脱ぎます。ふう臭そうやろ。じゃあ再開。それにしても魚がいな。
この間やった時はゲタとカニが結構いたんですけど、もうカメラ回すといつもいない。赤絵だけは安心して撮れるというね。はい、でダブルゲタ、ダブルゲタ来ました。ただカニが来ないな。よいしょ、徐々に赤絵の容量も増えていくという。くそー、おお、渡りガニ来た。おまけにオスとメス、すごくいい。見てほら、ちょうどふんどしも並んで、オスとメスこんな感じで、色も黒いんで、ちゃんとね脱皮してから時間が経ってるっていうカニです。やりました、嬉しい、嬉しオス商店。はい、でも僕の動画に何回も紹介してますが、こちらちょっと別種のこっちですね、イネゴチ。いつもイネゴチかワニゴチかって言ってるんですけど、多分イネゴチだと思います。まあ、これは逃がします。はい、でまた別個体来ました。こちらグチ、石持ちです。グーグー鳴くからグチかな、グチを言うように言うから、私みたいですね、グチしか言わんで。さあどんどん食っていきますよ。しかし依然来るのは謎の貝と赤絵だけ。おー、カニだー、カニのオンタ、ラッキー。この間十何匹おったのに。そしてカニが続くと思いきや、えい。やっぱなんかこう貝みたいなのがセットになっとるんで、食べようんでしょうね、海の貝を。食べようん貝求めちゃうカメラを。もっと私は撮って。お、新しいん来た。久しぶりに来たね。縦網で撮れるん結構珍しいんですけど、こちらヒラですね。酢漬けとかにしても美味しいし、まあ、刺身焼いた方が美味しい。はい、でまた新しいやつ来ました。これ今日鍋に入れちゃおっかな。はい、こちら坂田ザメです。これうまいらしいです。顔はこんな感じ、かわいい。お、ハモや。手頃よりはちょっと太いな。これあのこのゲタを食おうとしてハモが取れました。で見てください、これぐちゃぐちゃにするんですよね、こうやって。こう回してあげて緩めて、で外していくと。ちょっとここじゃ無理、後で外します。はい、もう終わりもすぐそこです。結局ねほとんど取れてません。わ、もう網が軽くなってきた。お、最後になんか来た、イネゴチ。今回のラストワンショー、イネゴチです。あ、違う、変わった。あ、ワタリガニ来た。お、ラストワンショー、ワタリのメスのいいやつ。あ、殻が硬い、ソフトシェルクラブです。あの脱皮してすぐのやつは殻が柔らかいので、これは逃がします。なんやかんやてんやわんやで網がくり終わりました。あ、マジ最近の動画見てもうたら分かるんですけど、今年はマジ魚大不良の年です。はい、じゃあ頭上げて、網くりは終了。くー、少ない。はい、じゃあこんな感じで、たくさんの、たくさんというかもうほぼたくさんの A が取れました。はい、でソフトシェルクラブは逃がします。もともと足はなかったんですけど、泳げるかな。はい、で1時間ぐらいかけて外しました。エイがいなかったら30分ぐらいで済むんですけど、やっぱエイがねちょっと大変です。で取れたものが、まず赤エイが十何匹ぐらいですね。でなんか謎の貝が大量に取れました。でこちらなんかおっぱいみたいな謎の貝パート2なんですが、こんな感じでね巻いてるんですよ、ここ。でここに中身がある、こうなっとると僕知りませんでした。でまあ赤エイが2箱ぐらい、10匹ぐらいいましたね。開けただ。それから坂田ザメにヒラでしょ。でマゴチの上がりが2匹と、で生きたこっち。でまあカニが3匹と、ハモが1匹ですね。ちょっと太い、太ハモです。でスンドゥブには赤エイと、カニ、この2種を入れてやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ先に米をやります。まあいろいろ持ってきて、でこちら米も持ってきました。で水を180から200ぐらい、これ大体入れて、よし。で固形燃料火つけて、でこちらの下引いて、米を仕掛けておきます。はい、じゃあ貝を
こちらのですね、大変綺麗なまな板、海水殺菌されたまな板と、大変綺麗な包丁でやっていきます。で、赤貝のさばき方なんですけど、赤貝はね、こことここが食べれます。だからこういう風に切っていきます。で、今回は反対からいきます。まあ大体ここら辺ですね。まず切り込みを入れて、で、新鮮なんでちょっと身は動きます。で、ここちょっとね、逆さ包丁で、まあ、入れてあげて、で、切れ込みがこういう風に入ったら立てらして切っていきます。の方が切りやすい。こんな感じですね。で、反対も同様に切れ込みを入れて、で、ちょっと身を起こして入れていきます、縦に。よし、これで OK。 はい、じゃあ赤いの身が2つ取れました。はい、じゃあ皮むいていきます。ちょっとね、船の上で難しいんですけど、ギコギコと入れて、一度刃が入ったら、ギコギコはしません。スーッとスーッと、むずい、滑る、よいしょ。はい、なんとか皮が剥けました。で、この薄いとこはほぼ軟骨なんで切り取ります。で、揚げてもね、多分美味しいと思う。で、反対側も皮を取って、よいしょ。で、こんな感じ、切れ。はい、で、こんな感じに、2つね、身が取れたら、もうぶつ切りに切っていきます。ザクザクと。エイはこれでエイ。はい、じゃあ次はカニです。で、カニはですね、メンター使いたいと思います。よいしょ。ちゃっと取って、で、ちゃちゃっと締めます。口入れてこうですね、上下にするともう締まった。で、ちゃちゃっと分解していきます。ふんどし開けて、ふんどしを取る。で、甲羅をクパッと開けます。あ、これ脱皮直前だな。脱皮直前でもうこれ皮ができてますね。こうなってくるとあんまり良くない可能性が高い。で、まあこういう皮はのけて、で、こちらエラで、エラにはいっぱいカニエラエボシがついてますが、こちら貝の仲間なんで気にしないで大丈夫。見た目がキモいだけで、ある程度大まかに取れたら口取って、で、口とかこういう味噌とかも出汁にできるんで、このね、殻の上に入れておきましょう。で、まあ爪とかも適当に取って、で、ちぎります。うわ、うまそうなプリンプリンの身ですね。これでカニは OK。 はい、じゃあその他食材がこちら、ニラ、キムチ、で、絹豆腐と豚バラです。そしたら鍋に、キムチを入れて、で、豚バラも加えます。で、豆腐は2個で、赤貝入れて、で、カニも入れる。で、最後にニラ、ニラも取り出して、で、海水も海で洗って、で、ニラもちぎって入れます。よし。で、こちらスンドゥブの素、マイルド、激辛もあったんですけど多分食えないなと思って入れていきます。うん、一個で良さそう。じゃあいつもの、魔導コンロを用意して、で、魔導コンロ開封、で、火つけて、で、乗して、で、蓋をします。はい、これで30分ぐらい待ちます。これで待ってたらできないけどね。はい、じゃあだいぶ煮たら、うわ、めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりました。で、カニの意味ない殻をのけて、めちゃくちゃうまそうにできました。はい、じゃあ継いでいきます。まずカニを継いで、で、あと赤貝。わ、赤貝もめっちゃ煮えてる。で、赤貝やろ。で、スンドゥブの豆腐って潰れとるもんらしいんで、ちょっと潰して、で、継ぐ。それから豚肉で、汁ついで、それからニラ。はい、これでスンドゥブの完成ではありません。で、こちらにすでにとろけたチーズを乗せて、とろける前からとろけたチーズで、卵も乗せます。というわけで、こちら究極のスンドゥブ鍋完成。ボキスンドゥブで、米もいい感じに炊けましたんで、ついでいきます。チチチチチ。はい、 OK。 はい、というわけで、こちらスンドゥブペッパーの完成。ボキスンドゥブとご飯ですね。それじゃあ、うてけよ、始めようか。
沖とか読むけど船が見えちゃうわ。まあ港来て帰ってきたからね風のせいで小さいことは気にしない。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包、さっと切り分け器に盛ったら、やーだー、大量の薬味をのせ盛りにしてポン酢をぶっかけたらサワラの盛りの完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。はい、それではいただきます。まずはこちらの美味しそうなスープから。めちゃくちゃいい海鮮の出汁が出とる。で、豚も入っとるから、なんだろう、よりパンチのある味がします。あ、うまっ。じゃあまず気になるエイから、ちょっと卵をまとわせて食べてみましょう。うわ、全然癖も臭みもないし、うん、軟骨ぐち食えます。ほんと臭みないし、なんか淡白な肉って感じ、煮込んだら。うん、で次はカニですね。でカニはここ割って、でこのうまそうな身を剥いてあげて、で汁につけていただきます。うん、うまい。めちゃくちゃうまいって言おうとしたんですけど、正直に言うとカニが脱皮のあれなんで、若干ね、なんだろう、水っぽいというか、そんな感じ。ただカニの出汁がここにしっかり入ってるんで、それはうまいですね。じゃあこのニラとか豚一緒にいただきます。うん、めちゃくちゃうまい。でご飯が合います。アイマスク。うん、米が合う。みんな米入れて冷やすね。あ、うまっ。いや、ほんとね、めちゃくちゃ美味しい。なんだろう、ほんまにカニとエイの海鮮の汁が。エイもこれ、骨みたいなのついてますけど、全部いけます。まあ、一番米に合うのは豚なんで、豚をのしていただきます。カニもね、色黒いの選ぶのはいいんですけど、そこだけね、注意してください。もう脱皮やれしてたら、それはもう残念だったという。はい、それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。沖で取れたものをすぐね、鍋に入れて、でスンドゥブ鍋、めちゃくちゃね、海鮮の出汁がいっぱい入って美味しかったし、エイもね、美味しいので、ただ僕らとしては売れないので困るということで、たくさん買っていただけると売れるようになるので、ありがとう、よろしくお願いします。で最近量は少ないんですが、もうちょっとしたらね、羽とかスズキとか、一緒ですけど出てくるので、そこまではこういうこじんまりとした量でやっていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。外は照れるな。